遊ぶぞー。なんかやたら張り切ってるわね。夏休みの宿題終わったからな。まだやってたの？もう8月も後半よ。いやー、自由研究がなかなか終わらなくてな。あれは難しいわよね。難しいんだよなー。何について研究したの？なぜ C 国のステルス戦闘機は量産が不可能になったかについてだ。随分すごい研究してるわね。研究の結果、C 国の生産体制に問題があるとわかったんだ。そうなのね。だから今回は、その辺をさらに詳しくほじくっていこうと思うんだ。いいわね。というかマリサ、自由研究って小学生だったの？実はネットで下請けに出された小学生の自由研究をやっていたんだ。そういう時代なのね。で、いくらもらえたのよ？300円だ。そこは小学生の金銭感覚なのね。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、C 国の新型エンジン WS-15 は、どうやらまだまだ問題が多発しているようなんだ。どんな問題が多発してるの？主にエンジン周りで問題が起きているが、それ以外にも性能面でもステルス面でも F-22 戦闘機に追いつけないわけだ。問題多発に性能不足、こや退役待ったなしね。今回この J-20 ステルス戦闘機について詳しく見ていくぜ。そもそも、本当に C 国が製造したのか、疑問視されるほどの高性能戦闘機 J-20 なんだが、新型エンジンを搭載した戦闘機はロシアとアメリカエンジンを真似したのではないかと言われているんだ。アメリカとロシアは軍事開発のトップですものね。ああ、このステルス戦闘機 J-20 自体の性能がアップしてきていることは、認めざるを得ない事実であり、いつまでもポンコツとは言ってられないんだな。ポンコツ時代が懐かしいわね。しかし、個人的な感想を言わせてもらえば、あの後部の大きい翼がどうも見慣れなくて気になるんだぜ。ああ、あの大きな翼ね。革新的なデザインを狙ったために特徴的なデザインになったのだとは思うんだがな。革新的っていうか、ただのお飾りよね。そうだよな。肝心の機動性は劣っているような気がするのは私だけではないだろう。そう思うわ。では実際に J-20 戦闘機をチェックしていくぜ。まず、この機体は C 国の次世代戦闘機である1020という機体なんだ。変な名前ね。この1000という字はあまり使用されない難しい字だが、一番目にするのは殲滅という単語だろうな。かっこいいわね。ゲームやアニメなどでキャラが敵艦殲滅などと叫んだりするシーンも目にすることがあるだろう。スパロボでよく見るわ。そうだな。この意味は全てを滅ぼすなどの恐ろしい意味で、その漢字を戦闘機の名前につけたということは、敵を殲滅するという意思が透けて見えるくらいだ。これは危険な MAP 兵器積んでるわよ。それはないだろうが、恐ろしい名前で敵をビビらせようというのは感じられるな。だが、この J-20 戦闘機の性能については、初飛行の段階ではほとんどわからなかったんだ。ほとんど公開しなかったしね。ああ、ただ一つ、欧米の軍事専門家によると、エンジンは弱点になる可能性があるのではないかと指摘されているらしいんだぜ。エンジンが弱点？そうだ。戦闘機に限らず、能力を備えた者にとってエンジンは最重要ファクターであることは言うまでもないだろ？そうよね。次世代戦闘機のためのコンパクトで高水力のエンジンを開発するためには、ハイレベルな加工技術だけではなく、特殊な合金を製造するなどたくさんのファクターを合わせた、総合的にも高レベルな技術が必要になってくるわけだ。C 国はロシアの戦闘機スホーイ27をコピーした1011B や、20年近く前の2003年から配備を開始した、独自開発の1012に国産エンジンを搭載する予定だったのだが断念している。お隣さんの国産エンジンはトラブル続きだものね。ああ、だから、どの戦闘機にもロシア製品を採用したんだ。C 国の技術力の低さが見て取れるわね。だから、わずか数年で C 国が技術的なハードルをクリアして、アメリカの F-22 や F-35 戦闘機にも搭載されている高性能エンジンを開発できたとは考えられないわけだ。どう考えても無理よね。自国で作れなかったので、ロシアから購入したと考えるのが一番あり得る話なんだな。ロシアとズブズブなわけね。1020には1011と同じロシア製 AL-31F が採用されていると推測されるが、そのスピードや隠密性などは限定的なものという見方が一般的らしいんだ。やっぱりロシアも全技術を C 国には提供してないわけね。そういうことだろうな。それでは C 国のパクリ戦闘機のデザインについて紹介していくぜ。お願いね。機体には前後にカナードがついていて、その他にビブの底面に小型のベントラルフィンもついているんだ。これらの小さな翼はレーダー反射断面を拡大することによって、ステルス性能が低下することになるため、F-22 や F-35、ロシアの新世代戦闘機である T-50 には採用されていない装備だ。じゃあ、なんでそんな設計にしたのよ？おそらく、ステ
ステルス性能を犠牲にしても、速度や安定性を高めたかったんだろう。ただのデザインの気がするけど、1020の機体の構造は、ステルス性能を一部犠牲にしなければ、他の国の戦闘機と戦うことができる高機動での飛行ができないことを暗示しているわけだから、エンジンの能力が足りないということを暴露しているようなものだな。空飛ぶ爆撃機、じゃなくて暴露戦闘機なわけね。まあそんな感じだな。とはいえ、1020はコケ落としの戦力だろ、と侮ることはできないんだ。多少は強いの？機体全体のフォルムがステルス性を強く意識していることは確かで、従来型の戦闘機と比較すると RCS はとても小さいし、表面を滑らかに処理している点や、内装式ウェポンベイにミサイルや爆弾を積載すると推測されることなども考えれば、レーダーではなかなか捕捉しにくい航空機ということは間違いないんだぜ。意外とヤバいじゃない。また、機体サイズからは1020が純粋な制空用の戦闘機ではなく、対地、対艦攻撃が主たる任務である戦闘攻撃機である可能性も考えられるわけだ。オールマイティな機体というわけね。そうなるな。仮に F22 や F35 レベルの能力は持っていなくても、C 国が一定のステルス性能を有する航空攻撃力を手にしたとすれば、アメリカはもちろん、日本を含めた近隣諸国にとっては大きな脅威になるのは明白だ。最近お隣さんの動きが活発だしね。まあ、香港中国通信社の報道によれば、北京の軍事専門家が、1020は技術、装備などがまだまだ未成熟なので、実戦配備されて戦力になるには程遠いだろう。という指摘もされているんだがな。未熟だけど戦闘機として運用ができるということね。ああ、新型戦闘機の存在を世界に誇示しながら、片方では弱点とも言えるネガティブ情報も流すという C 国毎度のやり方だぜ。何の意味があるのよ？自国の軍事的技術力をアピールしながらも、世界的な C 国脅威論の高まりへの警戒も行うということだな。意外と頭使ってるのね。環球時報の記事では、1020はわずか18分の初飛行だったし、インターネット上に公開されている動画を見ても、短時間すぎて性能がどのレベルなのか全然わからないがな。ほんとよくわかんないわよね。C 国は1980年代からステルス戦闘機の研究を進めていると見られるんだが、今回の機体は量産を前提としたプロトタイプなのか、技術実証が目的の実験機レベルなのかも現段階では不明瞭なんだ。なんかわかんないことだらけじゃない？そうだな。C 国空軍のある司令官も、2009年11月にテレビのインタビューで開発中の新世代戦闘機は、2010年から2011年の間に初飛行を行い、2017年から2019年の間に実戦可能な状態になると述べたが、どうだろうな。これは無理かもね。アメリカのゲイツ国防長官も同じく、F22 ステルス戦闘機の生産を中止する際、C 国は2020年頃まで新世代戦闘機は配備できないだろうという見通しを示しているくらいだからな。なんだ、やっぱりポンコツなのね。しかし、性能は二の次として1020の初飛行は C 国の計画した通りに実現しているのは怖いな。まあそうよね。これはつまり、アメリカの予想より C 国の技術開発が進んでいるということなんだぜ。ちょっとお隣さんをバカにしすぎてたかもね。それに、2012年11月12日の広東省の司会航空省では、C 国のステルス戦闘機1031の模型が公開されたんだ。うん、展示された模型は搭乗員1人の探査式で、エンジン2機を搭載しているが、コックピットの大きさなどを比べると1020よりもサイズは小さいようなんだ。小型軽量化したのかしら。機体のスタイル全体もスタイリッシュな感じで、ステルス性能が1020よりも高いとも考えられるな。基本、スタイリッシュな外見にするのはやめられないようね。ちなみに、アメリカなどの軍事専門家の見方では、機体の大きさからすると航空母艦に乗せる艦載機として開発された可能性があるらしいんだ。最近空母建造頑張っちゃってるもんね。そうだな。C 国の報道でも2021年の司会航空省では、エンジンの問題が解消、国産化成功したようなんだぜ。でもどうせ、ロシア製のエンジンをまだ使っているんでしょ。C 国は1020ステルス戦闘機をほぼ量産化し、アジア太平洋地域を支配しようとしているのかもな。緊張情勢の激化は避けられないわね。特に米国がアジア太平洋で、F22 と F35 の配備を強化する中、C 国は世界最高の軍機と競争できるステルス機を手にしようとしているわけだ。アメリカと正面から対峙するつもりね。C 国の軍事専門家によれば、米国が2025年までに、アジア太平洋地域に F35 を200から300機配備するのに対抗して、1020を同じ程度、少なくとも200機配備しようとしているらしいんだぜ。かなり頑張らなくちゃだけどね。
まだエンジン問題が解決してないからな。国産エンジンは、1020の量産化の必要条件でしょうからね。消息筋によると4月に1000を生産する成都式工業有限責任公司は2019年に、同期の4本目の生産ラインを稼働させると報道しているんだ。生産力だけはすごいからね。さらに、C 国の1020ステルス戦闘機を、世界一流の戦闘機にする改良型エンジンが、年末までに量産化される見通しなんだぜ。年末が楽しくなくなるからやめてよ。改良された動力システムにより、C 国のジェット機は、超音速ステルス飛行が可能で、米国の F-35 に勝るとも劣らないんだ。こりゃ米 C 問題は加熱するわね。WS-15 は年末までに1020に広く搭載され、小さな問題は依然として存在しているが、エンジンがより広く搭載されれば、これらは解消されていくものと見られているんだな。日本も早く F-35 の配備を進めなきゃ。そうだな。EEZ にミサイル落とされても黙っているようじゃ、この先不安だぜ。C 国の戦闘機の脅威はもうすぐそこまで迫ってきてるのね。ああ、主体的で現実的な抑止力の議論が必要だな。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。